皆さんこんにちは、迫田敏夫です。さあ、漫画好きのための漫画専門番組マンドクマシ、今回は嘘食いバトゥーキの迫田敏夫先生にご登場いただきました。先生、マンドクマシ出演してみていかがだったでしょうか？ケンコバさんの漫画愛に満たされて幸せな時間を過ごせました、はい、ものすごいいいこと言っていただいてありがとうございます。さあ、マンドクマシお見逃しなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日は、はい、迫田敏夫先生、いやいいですね、嘘食いと、あと、まあ、バトゥーキ完結記念ということで、はい、バトゥーキがっつり聞きましたけども、イケメンでしたね。かっこいいっすね。ね、顔ちっちゃかったっすね。バキバキだし、バキバキで ね、魚と先生とはまた違うイケメンだね。あ、そうですね、ね、かっこいいっすね、ヒゲとかね。ね、ですね。あと、なんか喋りが、物腰もちょっとこう、なんていうんですか、落ち着いた感じの喋り方というか、うん、いや、竹野内豊かと思いましたよ。ね、本当俳優やっていいぐらいですよね。今回はバトゥーキ、はい、完結ということで、はい、まあ聞けましたね、一通り、ね、そうですね。まあ、あの、本当エピローグ難解なんですけど、はい、あまりいじくり回さなくてもいいということも分かりましたし、そうですね、相当今回やぼりましたね。やぼりました、やぼりました、うん、ただもすごいファンで最終回読んで、読んだ人にとってはものすごく、うん、いい情報も出るかなという感じですね。そうですね。でもお前ら野暮だぞということで、野暮だぞっていう僕ら代表して、ね、そうですね、野暮ってるわけですから、はい、俺の好き好んで野暮ってるわけじゃないので、はい、そこだけご了承いただければというところで、うん、お楽しみにという感じです、うん。